薄い雲がかかってて、なんかね、周り、お月様の周りがふわーんってしてました。めっちゃ綺麗だった。今日の服の色珍しい。お、ありがとう。なんかね、重ね着シャツみたいなの着てます。これを脱ぐとただの白 T です。簡単コーデ、超絶簡単コーデです。あ、スーパームーンだったんだよね。そうだよね。なんかスーパームーン、しかも、あ、なんか忘れた。なんかさ、特別なスーパームーンじゃなかったっけ。気のせいかもしれない。嘘ついたかも、わかんない。こんばんは。もういい。でもお月様めっちゃ綺麗だったね。スーパーですから。ブルームーンだったっけ。ね、何だったっけかね。なんかさ、なんか、あ、ブルームーン、なんか重なってた記憶があるんだけれども、合ってたかな。そしたらブルームーンとスーパームーン、ほんと。わしは分からん。ちょっと忘れちゃいましたけれども、とりあえずライトオンをしたいと思います。こんばんは。それではライトします。ライトオン。こんなもんかしら。ナイスライナイスライトオンです。あ、わかった。今日のテロップは明日のおしゃべり会よろしくねにしとこ。明日のおしゃべり会よろしくね。あ、よろさくねになっちゃった。よろしくね。オッケー、よしよし、オッケーオッケー。そういえば配信ちょこっと、お久しぶりかもだよね。いつだったっけか、最後にしたの。結構ね、前になっちゃってたね。あ、そうそう、あと11月23日今のところ出てるオフラインの日程のラストの部、5部か、乾杯させていただきました。本当にありがとうございます。あの、私もこう、まあ、メールにもね書かせていただいたんですけど、目に見える目標っていう中の目標の一つに、乾杯とか全乾杯っていうのは目標にあるので、それをね一歩ずつこう達成できるように私も頑張ります。なのでぜひ会いに来てくれたら嬉しいなと思います。ありがとね、いつも応援してくれて。そっか、この配信自体は4日ぶりくらい。4日前って何してたっけ。記憶がないんですよね。昨日は、そう、昨日の、あとあれだ、昨日のリカさんの卒業公演も本当にありがとうございました。いや、めちゃくちゃ幸せで、今机に膝ぶつけた。あー、膝痛いんだよ。今ちょうど膝痛いところにぶつけたからこんなに痛いのか。本当に幸せなあのステージに立たせていただけて本当にありがたかったです。すごく、私もこれからも頑張っていかなきゃと思います。そうだね、表情のことをさ、このメンバー一人一人にって言って言っていただいた時に、私の時にそうやって言っていただけてめちゃくちゃ嬉しかった。表情見てくださってたのめちゃくちゃ嬉しかった。ラジオの時に着てた服じゃ、ああ、
確かにラジオの時に来てた。それだ。いた。そこそこ痛い音したよね今。今日なんか机と戦ってるんだけどどうしよう。机と戦えないよ私。さっきさ膝ぶつけてさ痛いんだよねって言ってたの。私昨日何の曲やったかって皆さんわかります？私何の曲出てたか、ヒントを言いますと、2部の第2部の一発目何の曲だったか覚えてらっしゃいますか？イエスイエスイエス。道がない人ですよね。そうなんです、ノーウェーマンを披露させていただきました。そうなの、びっくりじゃない？もうねゲスよりもきつかったです。でその時に感想じゃないか、感想終わった後にレッドオーシャンなんてやって帰ってパッてなんていうの、構えるやつがあるんですよ、この膝をガッて立てて。あそこでさ私さ膝にあざ作ったんだよね、ちょっと見てほしいんだけど。見えるかな、膝って見せていいのかな、わかんないけどちょっと見せるね。あちょっと見れないかも、あわかんないかも、ちょっと待って足が上がらないかも。よいしょ。ちょっと待って、ちょっとね見てほしい、結構ちゃんとあざだから。ほらほらなんかほらすごくない、ちゃんとあざができてるんです。で今さっきここに机ぶつけました、いた。すごくない、結構ちゃんと目にあざできてるよね。ていうかさ、あさってさ私公演じゃん、この膝のあざどうしよう。どうしよう、隠せるかな、思ったよりあざでしょ。そう、あ SNS には載せないね。そんなそんな、でもね痛みはねそんなにないんですよ、こう触ったら痛いだけだから全然動けるし全然ね支障はないんですけど、そうでもちゃんと目にあざができたのが面白い。勲章ですね、もはやね、ノーウェーマンの勲章です、ね、だからまあ明後日の公演の見どころの一つ、私の足のあざ、やだな、あざ見られるのやだな。そう、私ファンデーションさ肌にさえも塗ってないとか、そもそも持ってないからファンデーション塗るものも持ってないんだよね。メイクさんにお借りしようかしら、なんなら昨日も多分ほぼこのあざで出てたんだよね。まあでも私昔からね青あざは体中に作ってきた人なので。なんかね本当にね多分ね私知らぬうちに体をいろんなところにぶつけながら生きてきた人なんだよね。あざが消えることがなかったんですよ。いわゆるその天然。まあでもね私はもう天然ではないんですけど、なんか天然だねみたいに言われてた時期がありまして、その時は確かに体からあざが消えることはないくらい、なんか至る所にと言いますか、一つ腕にあざができたと思ったら、治ったと思ったら足にあざがあってみたいな。そんな感じだったんだけどね。田んぼに落ちた時は大丈夫でした。田んぼにも落ちたんだよ、そういえば田んぼにも落ちたけど、でも田んぼは別に私ランドセルからボコって言ってただけだから、背面から行ったんですよ、こうで、しかも大きいごっついランドセルがあるんで、ランドセルからポコって行って、あっみたいな、でなんか
視線の先に友達がいるわけ。こう背中から行くからさ。あの田んぼってさ、こうまだ私が、まあ、浜に行かせていただいた時の田んぼはちょっと柔らかかったのね、土が。あの完全ベタベタではなかったんだけど、だからムニュってはまってランドセルごとで、あってなって、そのまま目線を上げるとここが道路じゃん。でそこに友達がいて、大丈夫って全然全然大丈夫じゃないよみたいな、そんな感じだったんだよね。だからまあ田んぼに落ちた時は無事っちゃ無事でした。同じ空見上げてましたね、その時から。うまいな。そうなの。一番気まずかったのが、あの大丈夫っていう、その一緒にねいてくれた友達の、ね、お兄ちゃんだったっけかな、お兄ちゃんとそ の, あの周辺の仲の良い子たち方々がその道路を横切っていったの。なんかあの目合いながら横切っていったの。すっごい気まずくない？なんかぼーっ、あ、落ちた私ってなって目線上げた友達が大丈夫って、その横をその友達のお兄ちゃんとそのお兄ちゃんのお友達の方々がゾロゾロゾロって、あの子何してるんだろうみたいな目でそのままなんか多分落ちてることにあんまり分かってなかったと思う。だってめっちゃちっちゃかったもん。萌が萌ないつだっけかな、小1くらいかで、そのかそのお兄ちゃんとかも全然年も離れてなく、小 2?1、2 個離れてただけだった気がしたから、な何なお互いなんか状況分かってなかった。すごいよね、本当によく田んぼに落ちたわって思います。おてんば娘でしたね。おてんばだったのかな、ドジっ子娘でしたね。まあまあだから多少のことがあっても大丈夫ですね。助けろやって先ほど確かに、いや助けてって、ね、言えばよかった、ね、自分でその時どうやって上がったんだろうね。普通にそのまま萌え上がってきた気がする。あったね、そんなことも。何の話でこれなったんだっけ。あざができた話だ。そうそう、あのノーウェイマンであざはできたんですけれども、でも全然大丈夫でしたので。昨日は新しく振り入れした曲結構あった。そうだね、新しく曲を踊れるようにたくさんなれて嬉しかった。あ、福島イベントの出演メンバー出ました。お、出ましたか、よかった、ありがとうございます。そう、あの NST 祭りさんの次の週に、次の週末に福島の方のイベントにも出演させていただくことになりました。ありがたい、本当に嬉しい。これを機にね、あの福島の皆さんにも NGT をしていただけたらなと思いますし、あのまたたくさん魅力を発信できるように頑張っていきたいと思います。もう中さん、え、そうなの、もう中さんいらっしゃるの、え、我らがもう中さん、長野県を代表するもう中さんですよ。本当に嬉しい、私のこと覚えてくださっているかしら。いやでも私あの時全然なんか人見知りでちょこまか先輩方についていってどうもみたいにしかなんなかったから、あれだな、ちゃんと次も、次こそはもっとちゃんとご挨拶しようね。長野にも行きたい、本当に。また何かイベントとかあったら長野に行きたいですね。イベントなくても長野に行きたい。何しに来たんってなるよね。そうだよね、福島ね行ったことないです、初福島、楽しみ。え、あれかな、もう東北地方、え、東北地方って行ったことあるっけ、ないよね、
東北自体初めてですね。そうだね、初東北、初福島です。なので、え、牛タン、あ、牛タン、え、待って待って待って、しかも何何、ゴルフ部の最終回が30分の特別編ってお知らせも来た。あ、出ました、やったそうなんです、ゴルフ部最終回は30分の特大枠でお送りさせていただけることが決定いたしまして、放送もぜひお楽しみに。まあね、裏話はありますのではい、まあまあまあ、謎の、あ、大西ライオンさん出てらっしゃる、あ、そうなんです、大西ライオンさんとね、共演させていただきました、ありがたい。ちょっと放送内容がどこまで告知されているかがちょっと今この段階で申し訳ない、わからないのであれなんですけど、またね、放送された後とかかな、いろいろ裏話していこうかなと思います。心配ないさ、めっちゃいい声でした、一番通ってた声がさすがでしたね。話題が盛りだくさん、嬉しい。9ホール回った、あ、それも出てる、そうなんです、でもさそうなんですしか言えないよね。そうなの、9ホール回りました、そう、ハーフ、ハーフですけれども回りました。そうだね、昼間の時間帯なのでたくさんの人にね見てもらえると嬉しい。なんかこうゴルフが好きな方も、あ、こういう子いるんだみたいな、 NGT っていうグループのこういう子たちもゴルフしてるんだって興味を持ってもらえる機会でもあるかなとも思うので、見てもらいたいね。もちろん外イベントで初めて見るのが地元で嬉しい、わあ嬉しい、ありがとう。そっか、福島、そうだね、皆さんの地元にもイベントとかで行けるように頑張ります。いろんなところ行きたい、私をいろんな県に連れてってくださいなんかさ、あれなんだよね、それこそさ、最近は本当にありがたいことにさ、なんていうのかな、継続的に、なんていうんだろう、断続的にじゃない、こう一定期間でっていうか、まとまってくれていろんな活動をさせていただけているからこそ、長くなんていうんだろう、休みとかもない分、なんか旅行とかもさ全然行けないからこそ、こうやって活動の中でいろんな県に行けるのがすごく楽しい。それコンスタントに、それです、あ、かっこいい、コンスタントにコンスタントに、活動させていただけているので本当にありがたいですね。ね、まだポッポレてないんだけど、もう遅い、もう9月だよね。9月ってポッポルって言う、言っちゃっていいかでも屋台出てないかな、ポッポリたい、夏らしいことね。でもあれだね、角田浜に夕日を見に行けたのでもうとっても嬉しかった。こんばんは、ポッポリに季節はない、お、じゃあもういつでも何でもポッポリますさあ、角田浜ね、めっちゃ、私おすすめなのが、もちろん角田浜の近くのさ
あの波福さんラーメン屋さんも、もちろんもちろんなんですけど、私あのサンサンカフェ、サンサンカフェさん、ちょっとぜひ行ってみてください。あれなんですよ、私あのバースデーフォトみたいなのを、なんちゃってバースデーフォト自分で撮っちゃいましたバースデーフォトを撮りに行った時にサンサンカフェさんにあのお邪魔したんですね。そこでサンサンカフェはね、薬膳的な、なんかすごくオーガニック的な体に良いものを使うみたいないうお店で、あの看板メニューなのかな、わかんないんだけど、あのカレーがね有名っぽくって、スパイスを売りにしていくからこそ、あのカレーが多分看板商品なのかな、それをいただいたんですけど、いやもうめっちゃ美味しくて、なんか体にいいなこれめっちゃ体にいいっていうのが食べててわかる感じだし、あのすごいボリューミーでね、お腹いっぱいになるのでぜひ食べてみてください。しかもサンサンですか、もうそうです、我々は行く運命なんです皆さんは行く運命なんですよ。サンサンサンデーに、サンサンカフェさんにサンサンしに行っちゃってください。ぜひとも、めちゃくちゃ美味しいので。しかもあそこなんかあのなんだっけ、展望デッキじゃないそう、展望デッキじゃない、あのテラス席みたいなのもあったりとかして、海を見ながらね、それこそ食べれるので、ぜひ行ってみてください。もちろん波福さんにカレーとラーメンはちょっときついかな多分ね、サンサンカフェさんのカレーを食べたらもう他はちょっとお腹に入らないかもしれないんだけど、まあね、2回行ってもらうのが一番ですね。ラーメン屋さんに行って、別日にまたサンサンカフェさんに行ってみたいな。お、サンサンカフェさん好き、お、よかった。前の晩から飯抜いていけばうわー、なるほどね、やばい、お腹と背中がくっつきそうってなってからね、もうそこからさ、カレーだろうとラーメンだろうと結構こってりしたものを食べるときつくない？大丈夫？でもぜひぜひ行ってみてください。めっちゃボリューム満点です。なんか他にもいろんなメニューがあってめっちゃ迷ったんだけど、私もまた行ってみたいです。他のメニューが食べたい。陶芸もできるところある？え、そうなの？陶芸できるところもあるんだ。陶芸とかもやってみたいね。私もさ、最近ね、最近か思うんです。なんか一表現者として作品に触れてみたいって思うんですよ。それこそ映画とか絵画とか陶芸は、それこそ今あの言っていただいたからこそ確かになって思ったんですけど、なんか触れてみたいって思う。陶芸の島も、誰が島を作るって言ったのまあそうだね、秋も近いですからね、芸術の秋でね。もし新潟で美味しかったものとかカフェとかあればメールとかで、あ、そうだね、メールとかでも載せたいな。明日は予定があってオンライン不参加で悪い。ああ、うーん、全然、いつもありがとね。ご予定、楽しめるご予定かは分からないですけれども、明日もお互い頑張りましょう。でも陶芸ね、なんかすごい昔やったのかな、なんかね、マグカップ作ってたんです、昔。なんかでもまあちっちゃい時だったから余計に、あのなんか表面ギザギザしてて痛い私の作ったマグカップギザギザしてて痛いんだよね。もうちょっとさ、滑らかに作りたかった。
でも作った記憶もないんだよね。だからもう何とも言えないんだけど、痛いのよ。あのさ、わかる？表面が毛羽立ってる感じ。この土が毛羽立ってるみたいな。痛かったんだよね。確かね、口つけるところは痛くなかったかな。なんか持ち手？取って？なんかどっかギザギザしてたの。その覚えがあります。鑑賞用だね。鑑賞用かも。でも陶芸とかもやってみたい。それも芸術。確かに芸術です。え、ハリネズミ。待って、ハリネズミ、ハリネズミ抱っこしたい。急に。ハリネズミって絶対可愛いよね。痛いのかな本当に。あれか、本当は痛くないの？あれだよね、寝てるよね、ハリって。普段はこういう、こういう感じ。チクチクはするんだ。なるほどね。お、流通センター申し込んだ。ありがとうございます。やったー、ありがとう。たくさん楽しみましょう。普段は痛くないだよね。さすがに前ずっと痛かったら嫌だよね。なんかハリネズミ一時期流行ったよね。確かに春香村さんのチャンネルでハリネズミカフェに、そうだよね、ハリネズミカフェとかってさ、いうものができるくらいハリネズミって流行った時期あったよね。まあ可愛いもんね。まあ可愛いけれどもあれですね。でも命なのでね、流行ってる流行ってないでこう粗末にされてしまうようなことはないようにね。ウニ持って練習する。え、待って、ウニも持ってみたい。え、ウニ食べたい。エリマキトカゲ、猫カフェ。猫カフェにね、行ったことないな。エリマキトカゲ、エリマキトカゲって分かんない。爬虫類ちょっと苦手かな私。え、トカゲとかあんまりね、こうはってなりますね。フクロウカフェって、ウーパールーパーは知ってるよ。こういうやつだよね。合ってる。ウーパールーパーってこういうやつだよ。私さ、あれじゃん、雪でさウーパールーパー作ったの覚えてる？違うか、萌は なんだっけ、カニだと思って描いたやつがウーパールーパーに見えたのか、ウーパールーパーだと思って作ったやつがカニに見えたのか。え、あれはでもカニには見えないよね。ん、じゃあカニだと思ってやったやつがウーパールーパーに見えたんだっけ。なんか本当に1年前くらいに、1年前、去年の冬くらいにさ作ってた気がする。なんか、え、そうだよね、あったよね。私はカニを描いたつもりだったけどウーパールーパーに見えるみたいな。キキキーって、襟、エラを大きくして威嚇するの、襟巻きとか。キキキーっていうの。独特やな、わかんない。キキキーっていう、あ、こんな感じ。襟巻きトカゲ、襟巻きトカゲこんな感じ。ダウオグソクムシ、なんかね見たことある。ね、あれだね、飛び出せ動物の森で。あれ、飛び出せ動物の森でいません？気のせいかな。私多分世の中の虫とか昆虫はゲームで知ったんですよね。え、ダウオウだっけ、ダイオウじゃなかったっけ。ダウオウか、ダイオウ、あ、ダイオウ、ダイオウグソクムシ。え、いたよね、なんか飛び出せ動物の森になかった？
つ森知識でしたが、あ、あつ集まれ、あれ、もうじゃあもう飛び道派なんだよね飛び道とあつ森あるよね、もう飛び道派なんだよね、飛び道っていう人いない、もう飛び道なの。あつまれ動物の森は逆に持ってないんですよね、一昔前の飛び道、どう森なのかみんな、え、もう飛び道って言うんだけど、え、私だけ飛び道とは言わない、もしかしてなんか飛び出せ動物の森、飛び道、どう森、集まれは DS、 そうそうそう DS、 あれ 3DS でもなかったっけ、もうなんか 3DS でやってた記憶があるな。集まれ動物の森、あー集まれか、ぶつ森シリーズぶつ森なのね。さあ飛び出せ集まれ動物の森、あれ集まれが最新版ん、飛び出せ飛び出せ集まれ、あれどっちの順番、どっちが新しい、もう多分古い方しかもうやってないんだよね。あつ森ってなんか最近なイメージがある。あつ森スイッチだよね。そうだよね。じゃあね、スイッチも持ってないから、あつまれはやってないんだよね。飛び出せだね、私。私飛び出してました。私飛び出してて。あれ、あつまれが最初？あれ、どっちだろう？私でも飛び出してた記憶がある。もうね、飛び出してましたね。3DS でね、飛び出してた。あの、ハッピーニューイヤーの時に、いで、またぶつけた。ハッピーニューイヤーの時に、なんか、こうやってやりながら、打ち上げ花火見てた記憶あるんだよね。でもなんかあるよね、飛び出せ動物の森。なんか、一時期、あの、3DS を、すごくにすごくね没頭してしまっていた年代がありまして、私にもその時、あの年越しをした時ってさ、ハッピーニューイヤーの特別な画面になるんですよね、画面っていうか設定っていうか、だからあのそれがやりたくって、年明け早々ゲームしてた記憶ある。悪い子だね家族との団らんをせずにゲームをしてたの嫌だね、本当に昔の自分にちょっと怒りたいあ、おいでよ飛び出せ集まれの順らしいよ。おいでよはやってないわ、飛び出せだ、やっぱ飛び出してたわ、集まってないし、あのカモンもされてない、飛び出してただけですね私。皆さん集まりましたあ、集まったことあります？あ、おいでよやってた。 3D だから飛び出せってこと、え、そうかな、確かに確かに 3DS でやってたから飛び出してたのかも。おいもり、あ、おいでよっておいもりって言うんだ、おいもり、なんか追い出されてるみたいなおいでよじゃなくて、どうもりシリーズ見プレイ、そっか、でもね、可愛いからぜひやってみて大盛りさっきから熱盛りとか大盛りって番組になってみたり、ご飯の盛り加減になってみたり、追い出せ動物の森、やだなやだな、そんなゲームやりたくない、こんなゲームは嫌だ追い出せ動物の森やだな、黒いな、なんかそのゲームやだね。ゲームキューブとかの動物の森、え、何ゲームキューブって、なんだろう、ゲームキューブはわからない。ね、最終的に私一人みたいな、みんな順に追い出しちゃって、でもあるよね、あのさ、動物の森ってさ、この虫取り網とかでさ、住人をパタパタ叩くとさ
プンスカプンスカ怒っちゃう。痛いですやめてくださいみたいな、ヒューヒューって怒り始めるのめっちゃ可愛くていじめたりしたいんだよね私。そしたら引っ越されちゃった最低だね私。でもさ本当にやっぱなんかプンスカプンスカ怒る姿が可愛くて、なんかパタパタ叩いてたらなんか本当に追い出しちゃった引っ越されちゃったあかんやんあかんやん、もっとちゃんと優しくしてあげてって。お、今日丸亀製麺で釜揚げうどんの特盛り食べました。お、そうだよね、1日だから釜揚げうどんの日だ。昨日リカーさん、萌えのこと、萌え萌えキュンって、そう、言ってくださってました。嬉しかった。萌え萌えキュンです。スズメバチめっちゃ怖く、え、わかる。そう、なんかね、あと木があるんですけど、木を揺するとたまに蜂の巣が落ちてきて蜂に追いかけ回されるんですよ。でなんかそれから逃げたら成功なんですけど、私一生逃げれなかった、絶対刺されてたもん。まあだよねみたいな私ゲームも下手くそだからさ、ね、うまくできないんですよね。泣き市楽しかった楽しかった。そう昨日あの渚で一番可愛いなるやりました。めっちゃ好き、え、なぎいちめっちゃ楽しかった。なんかなぎいち、私夏曲が好きなんだろうね。なぎいちめちゃくちゃ自分の中にスッと入ってきたほんとに。一番湧いたのはセーラ、青春のラップタイムやりたい。でもちょっと私まだ踊れない。アップタイム競うみたいに、ゴー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 、かわいいよね。なんか声のちょっとね、ここしかわかんない。踊れるようになりたい。そう思うとあれだね、サマーバックの公演も楽しみですね。9日だっけか。なぎいちはメンバー運びたい、それとも持たれたい。ああのね、一回なんか誰だったっけかね、はるちゃんだったっけかな、なんか誰かの練習みたいな感じで一回さ持たせてみたいな感じで私持ってもらったんだよ。めっちゃ楽でぜひともお願いしますって感じ、持ってください。でもなんかその時リラックスしすぎて、わすごい楽って言ってリラックスしすぎて、あの本当に脱力してたんですねのんきな人だね、人に持たれながら脱力するっていうね。あの脱力してたらね、もうちょっと体幹に力入れて腰曲がってるよって言われたあすいませんみたいな。なんかさこう横に持たれ、こうこっちが足でさ、こっち頭でさ、こうやって持たれてる時にあの普通にさ体重全部預けてたらさ腰の部分は持たれてないから腰だけこうカクって曲がっちゃうの、力入れてなかったのね。要するにそう私リラックスしてたんですよそしたらさカクってしちゃったらダメなんだよ。ちゃんと体に力を入れてこう足からね頭までまっすぐ目にねなるように力を入れてこうやってあの抱っこされてっていうのなんていうの担がれながらねしなきゃいけないんだけど、でもあのリラックスしちゃって私そのまま腰が落ちてる体勢になってたらちゃんと力入れてあごめんってリラックスしてました。ごめんね、みんなみんなっていうか誰持ってくれたかもちょっと記憶にないんだけど、なんかはるちゃん持ってくれてた記憶あるんだよね。でもすごいね、結構あの体勢楽でしたなんだろういつか運ばれたいけどな。
でも凪市めっちゃ楽しかった。大声ダイヤモンドも楽しかった。大好きな君が大好きな、あの新しい曲っていうかさ、そのずっと聴いてた曲だったりさ、画面の中で見てた曲とか、初めてできる曲とかをさ、あのできるようになるとさ、なんかめっちゃ嬉しいんだよね。世界が広がるっていうか、あ、これも踊れるように私なってるんだって思うと感慨深いです。確かに王道だよね。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る、大声ダイヤモンド。あの頭の曲で盛り上がるかと思ったら2割の皆さんしんみり。ああ確かに。でもね、すごく皆さん寂しいんだろうなきっとっていうのも伝わってきて、そりゃそうだよね。だってあんなに素敵なアイドルが卒業しちゃうって思うとさ、そんなコールなんてできなくなっちゃうよね。行かないでって思っちゃうくらい。 お社会買うのはすんた、ごめんね。いいよ、また次会いに来て。寂しいけど次会いに来てね。ノーウェイマンはビビった、わかる、萌もビビった。この2部始まりますって時、わあ次だよ。ついに来たよって思いながらスタンバイしてました。え、あのさ衣装すごくない、よくない、よくない。あのコンサートの時に、サマーコンサートで先輩方が、あ違う、サマーコンサートじゃない、あのリカさんの卒業コンサートの時に先輩方があのだらしない愛し方とかをされる時に着てたコルセットのさ、ついたあの何コルセットのワイシャツのあの衣装、ビスチェにワイシャツ着てコルセット締めるやつ、あれずっと着たかったの実は。かっこいいと思ってて、なんか嬉しかったです。しかもそれでダンスナンバーまでできるなんてめっちゃ幸せだった。めっちゃ嬉しかったね。あと一人一人のメッセージも本当にありがたかったです。まさか表情を褒めていただけるとは思わなくてめちゃくちゃ嬉しかったです。これからも頑張って研究し続けたいと思います。なんかパフォーマンスの面ではね、一表現者としてその曲の世界とか意味とかを表現できる人になりたいっていうのがすごくあるので、頑張りたいと思います。これからもね、本当によく見てくださってたんだなって改めて思って、すごく涙をこらえるのにいっぱいでした。ありがたいことだよ本当に、普通のことじゃないし。お、今仕事終わりました、お疲れ様、ありがとう来てくれて。お仕事終わり、これからもそうだね、私の武器にしていけるように頑張りたいと思います。ひのさんの妹さんが、あ、いらっしゃったの、え、気づかなかった。いつかは2ヶ月ぶりの劇場公演、お久しぶりじゃないですか、お待ちしてます。そうだよね、あと明後日は3日、今日が1日、明日2日おしゃべり会、明後日3日が土曜日の2公演だよね。
そうだよね。で一日空けて、の次がまた公演だよね。で9日がサマーソング、サマーバック公演で、その次の日がファン総会。合ってる？杉本合ってる？みんな、みんなマネージャーさん、そうだよね、ガッタファン総会だよね。合ってる。あ、よかったよかった、マネージャーさんありがとうございますね。めっちゃ嬉しい。やっぱりさ、こうやって次のなんていうの、ステージがあるっていうのは本当に幸せなことだよね。確かに今776人のマネージャーさんがいらっしゃるありがとうお、明日久しぶりにおしゃべり会参加。わー、ありがとう、嬉しい、楽しみだね。そう、明日ね、おしゃべり会ね、実はあのプランをまだっていうかプランを決めてない日なんですよ。で明日はちょっと髪型を髪型とかお洋服も、かわいいのにします髪型とお洋服かわいいのにしようかなって思っているので、お楽しみに。ね、オンラインもね、当日券があったらね、きっといいんだろうなとも思いますけれども、最近は自分でね、かわいい髪型ができるようになるのが目標の一つになった。ちなみに昨日はね、ハーフツインしてたんです。皆さん分かりましたか？ハーフツインはね、あのリカさんが3期のみんなもツイン系の好きな髪型してって言ってくださって、私何したらいいか分かんなくてメイクさんに何したらいいかなって、あのご相談させていただいたら、ハーフツインとかもいいんじゃないって言ってくださって、じゃあそれでーみたいな本当そんな感じ。私髪の毛の髪型とか自分の顔が長い分、こう似合う髪型とかいまいちまだ分かってないから、あのほぼお任せなんだよね。なんかおすすめのハーフツインとかも、あ、じゃあそれで、巻きはワンカールくらいならいいって言ってたけどどうする、どんな巻き方がいいですかって言ったら、なんかこう内と内巻き外巻きをミックスする感じのふわんとした巻き方もありじゃないかなって思うよ、じゃあそれでで、そうなりました。なんかこの遅れ毛も昨日実は出してたんですけど、遅れ毛とか出してみる、あー出したらどうなりますって、こんな感じかな、じゃあそれで全部じゃあそれでーって言ってお願いしました。そしたらすごく可愛い髪型をしていただいて、そうなの、メイクさんに新境地を開拓してもらってます。しかもあの私が新しい髪型をするとき必ずその決まったメイクさんなんです。タイミングがすごく良くて、あの私が新しい髪型をするタイミングで絶対そのメイクさんにしてもらうんですよびっくりだよね。壁車の髪型はいろんなメイクさんに、メイク交番みたいなのがあって、今日は誰々はこの方にメイクをしてもらうみたいな表ができたりするんですけど、なんか壁車の時とかはいろんな方にやってもらうこと多いんだけど、なぜか私が新しい髪型に挑戦するときは必ずその方にやってもらうみたいな、すごいよね。これから一生ついてきますお願いします、一生じゃあそれでーって言ってるねもうやめてって言われる
そろそろやりたい髪型自分で決めてきてって言われる。メンバーの過去の髪型集めてヘアカタログ作って欲しい。え、わかる。私もさ、正直さ、髪型をあんまり知らないからさ、どんな髪型していいかもわかんないんだよね。なんかそれこそさ、髪型とか自由になった場合さ、壁写以外の髪型わかんなくてなんか、え、何、あのポニーテールとツインテールと三つ編みとさ、ハーフアップとさ、ハーフツイン以外何があるみたいなそのレベルになってきて、しかもなんかあの公演となるとさ、多少踊りやすさとかも注視しちゃう人なんですよ。こう、なんて言うんだろう、ただただ可愛いっていうよりかは踊りやすさとか暑さ対策的なことも考えちゃう人なので、なんか多少髪の毛上がってた方がいいかなみたいな思ったりして。あ、そうだ、お団子とかも、あ、確かにお団子もとかもいいよね。ね、確かに確かに。だから本当にヘアカタログ欲しい。なんか踊りやすさとか可愛さとかを混ぜ込んだヘアカタログが欲しい。その自由だけにもよ、そうなのよ本当に。え、クマさん好き、え、じゃあクマさんしよっかな。いや、しよっかなって言ってできるような器用な人じゃないけど頑張ってみよう。スイスイがやってたお団子部屋、あ、ここ、このお団子部屋、ここ、うん、スイスイのなんだっけ、あ、スイスイのお団子部屋ここかな、あの今の壁、あ、今のアーシャかな。でも、あ、首元、ここか、いいよね。あと萌もクマさん部屋とかやってみたい。昨日ルアかな、昨日ルアここでお団子してたよね。クマさん部屋めっちゃ可愛いなと思って、やりたい、頑張ってみよう。私最近ようやく髪の毛の、あのほぐすじゃないけど、こう、え、めっちゃこうちゃんがくしゃみしてるあの昨日、あの最近初めてこうほぐす、このゆるさを出すみたいないうことを覚えまして、まあ全然ちきってできないんですけれど、もっとね頑張りたいと思います。今さ、こうちゃんさ、すごいゴロゴロ、あ、お布団から落ちるよ今ね、あのこうちゃんね、あのへそ天になってゴロンゴロンして、お布団から上半身落ちてます。すごいよね、絶対犬ってこと忘れてるんです自分。いや、忘れてるっていうか、自分のこと犬だと思ってないんですよね、多分人間だと思ってねえ、こうちゃん、ねえ、こうちゃん、あ、こうちゃん来たのブルブルしないでこうちゃんおいで、うん、おいで、こうちゃんおいで、うわー来たこうちゃんです、来たよ、ブルブルしてきた、こうちゃん見えました、今音聞こえる、すごい豪快だったよね、っていうかめっちゃよだれついた気がするんだけどいつもこんな感じです。なんかさ、いっちゃんもこうちゃんもさ、黒いし大きいから、あのめっちゃ今あくびしたこうちゃん、あの黒いし大きいとさ、めっちゃ怖がられるの。でも全然怖くないよってことを言いたくて、なんかすごくね、あの人たらしなんです人間大好きで、あの暇さえあれば合図振り回きに行くので、あのぜひあの怖がらないであげてくださいっていうことをみんなに訴えたい本当に人なのかもしれない、人にね、あの暇さえあれば、あの合図振り回りに行ってるんで、ん、
振りまきに行ってるんで。ちなみにあのどっちもね男の子なんですよ。だからか女の人好きですよ。いっちゃんもこうちゃんも女の人好きなの。嘘でしょ。めっちゃ面白くない？あのどちらかといえばあの女の人に愛想振りまきに行くんです。めっちゃおもろくない？うん、番犬になんないよ。あの番犬きっと多分、あでもね番犬にはなるかも。あの知らない人が家に入ってきそうになったっていうか、あの家から見えたら威嚇はするかも。イケメン、そう、え、ちょっと自慢させて、マジいっちゃんこうちゃんは結構イケメンの方だと思う、犬界の中でも。犬界でも結構イケメンなラインをね言ってると信じてる。結構顔立ちはシュッとしてるよ。シュッとした顔立ちで、なのでぜひ、そうラブラドール大好きです。ゴールデンもラブラドールも大好き、大型犬が大好きです。いっちゃんこうちゃんメンバーに会ったこと、あ、ナチュがあるかな、ナチュだけかな、あ、ナチュと元ユナがありますね。どっちもワンちゃん飼ってるしさ、あの大きくて黒くても可愛いねって言ってくれました。優しい。ちなみにその二人にもいっちゃんこうちゃんは愛想振りまいてました。だからあの本当にわかるんでしょうね、あこの子たち可愛いって多分わかってるんです。いっちゃんもこうちゃんも普通だったら吠えるのに。あれで五つ目の男の人が来たら絶対に吠えてるのに、元ユナとナチには尻尾フリ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 して愛想振りまいて、僕こうちゃんって言いますみたいにフリフリしてました。チャラいよね本当に。オタクかも。あのオタク犬かもしれないね。そうなんです。で何、59分、おかしいおかしい、絶対違うよ、まだ10分くらいしか経ってないよ。嘘だ、絶対嘘だ。いやいや、でもなんか今日久しぶりにねちょっとゆっくりできたんですよ。また明日からあの明日はおしゃべり会で、その次の日あさっては公演なので、皆さんまた今週末も楽しい週末を過ごしましょう。あ確かに今日食べ物の話少なかった。少なかったことですごいね、食べ物の話少なかっただけで褒めてもらえるようになって、あ褒めてない大丈夫。あのでも嬉しい、萌も今日帰って久しぶりにねみんなとお話できて嬉しかった。褒めてる、あよかったよかった。じゃあまた明日のおしゃべり会お越しくださる方一緒に楽しみましょう。改めてになるんですけど、そうお知らせもたくさんだったね。何だったっけね。何だったっけか、まずは福島のイベントにも出演させていただきますっていうことと、あとゴルフ部の最終回は30分の拡大特番みたいな感じで放送させていただきますので、ぜひご覧くださいっていうのと、あとはおしゃべり会受付中ですので、ぜひ会いに来てねっていうのと、あとオフラインおしゃべり会最後の部、今発表されてる最終日程の最後の部が完売させていただくことができました。本当にありがとうございます。また今後も完売を出していけるように私も頑張りますので、今後も変わらぬ応援をどうかよろしくお願いしますっていうのと、明日のおしゃべり会と明後日の公演よろしくねっていうのと、あと昨日の卒業公演も本当に出演させていただけて本当に幸せでした、ありがとうございますっていうのかな。こんなもんですかね。お礼と感謝とよろしくお願いしますが、
いっぱいありましたけれど、本当に楽しい日々を過ごせて皆さんのおかげだなって思います。おしゃべり会受付中です。ぜひお越しください、ね、朝が治るといいですね。絶対朝治りません。でもね、もうね、触らなかったら痛くないので全然大丈夫。あ、そう、やっぱさ、飲む女子に出てるよね。あの、私、あの、ジガジさんみたいになるかもしれないんですけど、自称、あの、麦わら帽子が一番似合う女こと、杉本萌え。飲む女子でついに、麦わら帽子かぶっております。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ぜひ麦わら帽子かぶっておりますので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。ちなみに、あの、なんかどっちのバージョンだったっけか、どっちのバージョンかの2枚目が私的にはタイプなんです。全然伝わんない。2分の1の確率でこれかこれかなって見てみて、あの、どっちかのバージョンの2枚目の写真が好きなんですよ。確か画面を開いて下側だったかな、の2枚目の写真が個人的には好きなので、ぜひ見てみてください。そしてぜひ見たら可愛いなって思ってくださったら、ぜひチェックをお願いします。ということで、あの、そうだね、見てからのお楽しみですね。じゃあ、あの、とか言ってたら3分過ぎたので、そろそろ男女読みをしようかなと思います。あ、お花持ってない方かも。お花持ってないショットだとボリューム2とか1かな、あれは2、1、まあ、2じゃなかったら1だし、1じゃなかったら2なんだけどね。あ、めっちゃ当たり前なこと言ったな。ちょっと男女読みをしたいと思います。気を取り直して、何の気も取り直せてないけど、パート2からしいよ。パート2の2枚目、2の2ってやつだね。ということで、気を取り直して男女読みをしていこうと思います。13位ただのきのこですさん、ありがとうございます。12位秋田のゆういちさん、ありがとうございます。11位りゅうさん、ありがとうございます。10位すいばるのあかてぃさんさんさん、ありがとうございます。9位おつぐピースさん、ありがとうございます。8位 P さん、ありがとうございます。7位セッテンガーさん、ありがとうございます。6位カンさん、ありがとうございます。5位マーサンさん、ありがとうございます。4位ハクタカさん、ありがとうございます。3位チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。2位サット大塚さん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。そして今日もたくさんのギフトとコメントとお星さん、本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。改めて明日のおしゃべり会もよろしくお願いします。そしてただいま絶賛おしゃべり会受付中で、9月のかな、あの、今月の24日だけかのおしゃべり会、オフラインのおしゃべり会の最終受付にもなっておりますので、ぜひ会いに来てください。ということで、今日は金曜日だね。みんなまた今週末も楽しく過ごそうね。ということで、まあ、なんかこのまま顔縮んでほしいな。ということで、またね。見に来てくれてありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。またね。また明日。おやすみ。ありがとうね。